マルグリット・オドゥーは、フランスの小説家。1910年に発表した、古事・マリーでフェミナ賞を受賞した。1863年7月7日に、フランス第二帝政時、フランス帝国・シェール県のサンコアンに生まれる。しかし彼女が3歳の頃に、母親が亡くなって父親から捨てられた。妹のマドレーヌと共に、おばの下で育てられるが、 最終的に、ブールジュの孤児院で9年間過ごすことになった。1877年には、ソローニュで羊飼いとして働き、地元の少年のアンリと恋に落ちるが、彼の両親が認めなかったため、結婚はしなかった。1881年、パリに移り、お張り子として貧しくも、必死に働いた。1883年には、流産を経験している。 彼女が住んでいたレオポール・ロベール街の家は多くの芸術家のためのオアシスになっていた。これは当時世話をしていた名画彼女をパリの芸術家たちに紹介したことによるものである。同国出身の小説家、シャルル・ルイ・フィリップらから激励され、オードゥーはオクターブ・ミルボーの勧めによって自伝的小説、コジ・マリーを発表した。1910年に、 諸女作のマリエ・クレールで、同年のフェミナ賞を受賞。その他に、マリーシリーズであるルアトリエでマリエ・クレールや、デラビル・エ雄ユ・ムーラン、ラフィンセや、彼女が生前表した最後の作品である、ドゥースル・ミエールといった作品がある。その素朴な作品は、写実的で、なぜあんなに、美しい物語を書けるのかという質問に対し、何も知らないけれど、 ただ無双することが好きだったと答えたという1937年1月31日、彼女の愛した海の近くのバールケンサンラファイルで亡くなる。ありがとうございます。